イチローって今の大谷以上に MLB で人気だったって本当。全米の他アスリートに肩を並べる、まさに MLB の顔って選手だったらしいけどマジいい。 MLB オールスターファン投票イチロー2001年3,373,035票大谷、2024年2,777,173票マジやで。すげえ、ルーキーイヤーにこの票数ってガチですごいで。イチロー動画見ると球場からイチローコールすごいのあったりするけど大谷コールはないんだよな。大谷 MVP なので MVP コールしか聞こえないのはしゃあない。今の大谷以上ならきっとものすごいことよな。イチローの262安打したボールとか5億円ぐらいの価値ついたんかね。まだ打率進行が残ってた時期だからな。すごすぎて逆に打率進行を終わらせた男でもある。もっとイチローの偉大さを知りたいわ。打ち方が特殊だからね。トルネードの野茂も大人気だった。イチロー時代は日本でも HR たくさん打つ日本人なんて松井くらいだったし、打率高いやつの方が親しみやすかったのかもな。そういや野茂とかイチローの時代って活躍したらテーマソングみたいなの作られてたけど今はそういうのないんやな。まず今より野球人気が高かった時点でそら当たり前やろとしか。ご視聴ありがとうございました。